はい、どうも皆さん、こんばんは。ガクチャンネルのガクです。久々にドローンネタということでね、やってみたいと思います。まあ、今日はどちらかというとやっぱり初心者さん向けの、内容になりますけど、もうね、皆さんね、知ってる方もおられると思うんですけどね、ドローンのシミュレーターね、こちらの方のご紹介になります。まあドローンもすでにね、 DJI 製のドローンを持ってて、なんて言うんですか、DJI Go 4というね、アプリソフトの方で、まあ、これね、こういうやつね、こういうやつになりますけど、この中にもシミュレーターの機能がありますね。だからこれを接続して、シミュレーターね、実際こう飛ばさなくてもできるんですけど、このアプリの場合は1点重大な問題がありましてですね、何かというと、実際にこの、まあ、ここでスマートフォン、タブレットをつけるんですけど、機体の方も電源を入れて、で、コントローラーも電源入れて、実際に機体と接続した状態じゃないとシミュレーターが使えないと、ね、これが問題としてありました。だから機体の バッテリーがね、結構ね、飛ばさなくてもどんどん減っていっちゃうんですよ。だからそれに、まあ、やっぱりバッテリーをね、傷めてしまうっていうのはね、嫌でしょできればね、バッテリーを使わなくて、なんていうんですかね、まあ、負担なくね、やりたいということでね、皆さん思ってると思うんですけど、でもう一つね、シミュレーターっていうのを使う手段があります。それがね、DJI の、シミュレーター、パソコンで動かすシミュレーターになります。まあ、このね、ホームページ、まあ、ダウンロード DJI のサイトですけど、それはリンク概要欄の方に貼っときますんで、使っていただけたらと思うんですけどね。まあ、そのリンクのところから行きますとね、まあ、案内、ソフトウェアの案内のページがあります。で、これね、僕もよくわからないんですけど、有料バージョンもあります。ただ、有料バージョンっていうのはね、すぐに何か買えるかというと、こう僕らが欲しいなと思って買えるかと言ったら、買えないんですよね。その取り次ぎ店というか販売店の方に問い合わせをして見積もりを取ってもらうというようなね、どちらかというとやっぱり業者さん向けの、機能というものがついたやつになるんですけど、これね、見てもらうと無料のトライアル版っていうのがね、これ見えるかな。またね、後でこうね、ちょっと近づけて撮影しようと思ってるんですが、また紹介しますけど、無料のトライアル版っていうのがあります。それでもね、結構大抵の、なんですか、初心者さん向けというか、まあ、一般ユーザーが使う、練習したいなと思う機能はある程度入ってるので、なんていうんですか、最初ね、いろんなことをしてこう機体をね、ぶつけて木に引っ掛けたりとかいうことがあると思うんで、まずね、これで練習する、結構ね、何ですか、まあ、飛ばせない時に練習をするっていうことがね、重要になってくるのかなと思います。すごくね、いいソフトです。実際に使ってるコントローラーね、を使って操縦ができるんです。で、あと飛ばしてる感覚がやっぱり実機に近い動きをしてくれます。まあ、あくまでもシミュレーターなんで、まあ、実機に近いという感じにはなるんですけど、僕の感覚で言うとかなり、まあ、いい感じ、まあ、似通ったような動きはしてくれるので、しかも無料で使えますからね、これは非常にいいかなと思います。で、準備としては、まあ、そのホームページの方からソフトウェアをダウンロードできます。まあ、これはダウンロードという項目があるんで、そこを押してもらうと、ソフトウェアのダウンロードができます。ね、ダウンロードしていただいたら、まあ、ソフトウェアを実行していってね、まあ、案内通りにインストールしてもらったら構わないです。まあ、それはもう別に説明も何もいらないと思うんですけど。で、一つだけね、事前に準備をしておいた方がいいという内容があるんですけど、DJI のアカウント、ね、こちらの方は、アプリの方使われてて、ね、データ、飛行内容とかを DJI の方のこうサーバーとね、共有っていうか、まあ、アップロードしたりね、DJI のアカウントをすでに持ってる人はいいんですけど、持ってない人は作っとかないとね、それが使えないです。なので、
もしね、お持ちじゃなくて、まあシミュレーターね、まあ、実際も DJI の機体を持っとかないとね、やっぱりこういうコントローラーいるんで持っとかないとできないですけど、DJI のアカウントをね事前に作ってから、ダウンロードねされたらいいんじゃないかなというふうに思います。ではちょっとね、画面の方にカメラ近づけてね、撮影の方をしていこうと思います。デスクトップのキャプチャーを使うとね、手元のこういったものの、操作方法とかがご案内できなくなると思うんでね、ちょっと画面をね、カメラ近づけて映すっていう形でねやらせていただこうかなと思います。ではでは、はい、どうもお待たせしました。これがね、概要欄の URL、開けていただいたら出てくる画面になります。フライトシミュレーターっていうね、やつになりますけど、案内がずらずらっとね、載ってます。これトップかな、違うな、これですね、トップ。ここにもねいろいろ、情報載ってますけど、3種類のフライトモードを、できますよ。ですね、これは普通のモードの切り替え、いろんなモードできるんですよ。ほぼね、なんていうんですか、普通にここで切り替えれる感じね、ここで普通に切り替えれます。で、視点の切り替えっていうのも後でやってみますけど、なんていうか、こうタブレットにね映ってるモードとか、いろいろ切り替えができると。これちょっとあれなんですけど、かなりスムーズな動きの3D シミュレーションソフトになってます。かなりお金かかってるんじゃないですかね。それが無料で使えるっていうのはかなりいいと思うんですけど、あとは風の影響とか、こうね、いろんな地形の影響とか、こういうふうなシミュレーションが、墜落シミュレーション、実際建物ぶつかったりしたらこうやって落ちますね、こういうのを設定できます。風の強さとかね、そういうのも、僕もあんまりねまだそこまで使い込めてないんで分かってないところもあると思うんですけど、いろんなね風の強さとかいろんな設定ができるようにはなってますですね。はい。で、トレーニング、これ、チュートリアル、これあったかな、これ僕やってないかもしれないな。僕やったのはフリートレーニングと、このこれ違うな、これ違いますね。これは多分有料課金モードのやつですね。これも有料モードだったらあるのかな。フリーフライトっていうのは普通に無料版で使えます。これ多分有料版かもしれないですね、このトレーニングと。これはね、これがなんぼか安かったら僕も買いたいんですけどね、という状態です。だからフリーフライトと、あとなんか輪っかくぐったりとか、なんか普通にゲームみたいなモードがあります。それはね、できます。はい。で、普通にこうやって後でやってみますけど、つなげて、ソフトを使っていきます。使えるソフトが一応ね、無料版の場合はスパーク、マビックエア、ファントム4、プロかな、ファントム4のシリーズね。で、マビックプロ、プロもあったかな、マビック2、ね、2はありましたね。で、インスパイア、ね、マトリックスはね、何ですか、フリー、無料版にはないですね。で、一応、無料版のできることね、こんだけありますよということで、コンシューマー向けのドローン、一般設定、フリーフライト、詳細パラメータ設定ということでね、できない内容がエンタープライズ向けドローン、それが多分このマトリックスになると思うんですけど、それとか、スキルトレーニングね、さっき言ってたモードとか、こんなのができませんね、できない、無料版ではね。アプリトレーニングね、送電線の点検とかね、カスタマイズっていうのがね、どんなのができるのかちょっと知りたいとこですけど、でこのエンタープライズ版とかカスタマイズ版っていうのはお問い合わせということでね、これは値段が書いていません。ダウンロード無料版するんだったら、ここボタンを押せばダウンロードができますね、ということで、お問い合わせの画面になってますね。ダウンロード、これを押してみましょう。そのままいっちゃいますね、ダウンロードにいっちゃいますけど、上のね、ここの端っこのところのダウンロードというのを押していただいても、ダウンロードの画面に行きますね。このダウンロード画面、このここかエグゼの、あるところね、エグゼのボタンのところ、これを押すとダウンロードになりますね。はい。
ね、あとはね、スペックとか、まあ、ボタン押したらここの上に飛ぶんですけど、いろいろこうまた書いてます。もう普通に簡単なことしか書いてないですね。どんな、シミュレーション、機体のシミュレーションができるか、送信、対応している送信機は何なのか。まあ、大体対応してくれてると思いますよ。全部ね。Mavic 2、Mavic Air。だから Mavic Pro が書いてないから、対応してないのかな。Mavic Pro は。あの対応する送信機ってやつね。でも Mavic Air 対応してるからね、対応してないことないと思うんですけどね。書いてないだけでね、まあ、やってみないとちょっと分かんないですけど、僕持ってないからね、分かんないですけど、はい。ということ で一応なんですか、クエスチョンとこね、とこにある程度いろいろ書いてるんで、もしね、なんか詳しく知りたい方いてたら、まあ、読んでみられたらいいと思います。僕も大体読みましたけどね。はい、ということで。で、実際ね、シミュレーターの方を立ち上げていきましょう。僕はもうインストールも全部終わってますんでね、立ち上げをしていきます。最初ね、ダウンロードに結構時間がかかりますんでね、まあそこだけね。あれですけど、まあ、アカウントはね、もう1回登録したら、立ち上げたらすぐね、使えるような状態になってます。で、スタートボタン。何回もね、ログインをし直したなくてもいいです。で、この音量がね、ちょっと大きい。ちょっとちっちゃくしましょうか。ね。はい。はい。ということで、こういうね、画面。結構綺麗なグラフィックですよね。はい。ということで、ここにメニューが出てるの分かりますかね。ちょっと近寄らないと分からない。ちょっと待ってくださいよ。ね、このくらいで見えますか。よ。ここにメニューがあるんですけどね。こういうふうにね、メニューがあります。ほんで、キーボードの WS で、こう上下が、選ぶことができます。それはね、この画面のところの、ここのところにも書いてくれてます。WS でね、W と S キーで、コントロールする。ね、であとは、まあ、決定はエンターね、でやっていきます。で、まあ、できるんですけど、そうですね、まあ、先にコントローラーの接続の方をちょっとやっておきましょう、先ね。コントローラーの接続、まあ、ファントムプロの方ね、はここに USB のね、端子があります。ここね、ここね。で、ここへパソコンからね、USB でブチュッとこう差してあげるとできます。接続が。まあ、こういうケーブルね、これはもう自前で用意してください。これね、こんな感じ。こういう感じね、普通の USB のケーブルです。片方をパソコンの方に入れます。挿して、こう刺すわけですね、ここにね。で、僕が持ってるのは Mavic Air のです。Mavic Air 横のところにここにね、刺すとこがあるので、これも同じように刺します。とりあえず、ファントムの方の、送信機でやってみましょう。よ、ガチャッと刺して、ん、反対かな、あ、合ってるね。よ、ね、刺して電源を入れます。で、そうするとドライバーを認識してくれて、はい、こういう状態になったら OK ですから、これで、例えばフリーフライトの方をやってみましょうか。で、ここで機体を選択します。あくまでもこれファントムの、コントローラーですけど、別に Mavic 2でも、使えますね。これも下のところにね、書いてくれてますけど、A と D キーね、ゲームやってる人だったら大体、そんな動き分かると思うんですけど、A キーと D キーで、左右右左を選んでいきますね、こんな感じです。だから僕も持ってないようなね、インスパイアとかも、操作することができます。まあ、スパークとかね、はい、という感じで機体の選択をします。まあ、ファントム4プロね、こちらの方をちょっとやってみましょう。で、決定はエンターね。はい。で、場所の選択です。これも A キーと D キーで、まあ、都心でやるか、まあ、郊外でやるかみたいなね、
まあいろいろシチュエーションを決定できますね。都心だ、都心のとこでもどういうポイントね、飛ばしてみたいかということで、まあ、これを選択をします。まあ、適当にね今やってますけど、こんな感じです。本当にゲームですね、ゲーム。はい、そうするとまあこういうふうにね、ここにいてるの分かりますかね。まあ、あとは普通です。なんていうんですかね、飛ばすのはこうやると音聞こえますか。ちょっと大きくしましょうかね。ブーンと言ってますけど、普通に、ハの字でこれでね、こういう感じ、こうやって飛ばすことができます。この、飛ばしてる感じもね、本当に似てますよ。実際の機体とね、動きが。これはね、だからね、初心者の方、あと、やっぱり操縦ね、もっと上手くなりたいなと思っている方には、すごく、いい音と、ちょっと今のはまあ、あれかな。なんか実際とちょっとリアルとかなり違うとこかなとも思うんですけどね。こういう風な動きになります。で、一応ね、ボタン関係もゴーホームかけても、普通にゴーホームしてくれます。で、あと、ゴーホームする高さのとこで障害物あったら帰ってくるときにドーンとぶつかって落ちちゃったりね、いう感じでしちゃったりもします。まあいろいろあるんですけどね、とりあえず、まあ、ファントムのコントローラーの場合は、ここで、いろいろ、こう、画面の切り替えがね、できます。まあ、これは、機体のところの後方に、こうね、ついてるモードで、まあ、実際はね、こんな画面、っていうか、こんな感じで見れないですけどね。まあ、これは練習になるかって言ったら、あんまり練習にならないような気もしますけど、まあ、こんな見え方。これはもう、ドローンその、あ、これごめんなさい。飛ばしてる操縦者からの、視点ですよね。まあやっぱりこれで練習するのがいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、これが最初ね。で、1回ボタンを押すとこういうふうにドローンから見た、あ、ごめんなさい、タブレットを見てる感じですね。タブレットだけを見てる感じの、こうイメージになりますね。まあこれは練習してもいいかもわかんないですね。ただ日本の法令から言うと、こればっかりを見てると目視外飛行っていうかね、まあ脇見運転的な感じで取られちゃうんでね、それが問題ですけどね。はい、でもう一回押すと全画面、タブレットの、スマホとかタブレットのアプリ画面の状態になりますね。まあこれもあんまりね、練習にはなるのかならないのかって言ったらちょっと微妙な感じかなとも思いますけどね。はい、ということで、で、機体の後方、さっきお話をし始めた時にあれしましたけど、でこれが操縦者視点ね。これやっぱこれで練習しないと意味ないでしょうね。はい、今ちょっとね、この都心モードでやったんで、なんか障害物がすごい多いですけどね、なんていうんですか、こういうとこで、まあ、遊ぶっていう意味ではね、こういうアプリのも画面のモードとかね、こういうのにしてこう遊ぶっていうのはまあいいかもわかんないですけどね。で実際ちょっと落としてみましょうか。実際こういうところにこうやってぶつかるとこういうふうに落ちます。で、まあやり直してくれるっていう感じなんですけどね。まあ実際操縦者のところからちょっとこっちに来させましょうね。はい。戻ってきました。どっかぶつけますよ。ここにしましょうか。あ、どうあ、ぶつからない。ぶつからない、ぶつからない。ちょっと一回こっち戻して、よいしょ。ぶつけます。こんな感じ。ね。普通にぶつかって落ちていく感じになります。ね。はい。で、あと、いろいろキーあるんですけどね。ちょっと説明。ここでオプションが選べます。こっちね。で、上下で選択で、これが決定キーになってますね。まずコントローラーがどうなってるのかっていうのをね、見ようと思うと、これだったかな、あ、ここね、
ライトブリッジリモートコントローラーと、まあ、Mavic 2のリモートコントローラー、まあこう、Mavic Air とかこう書いてますけど、あれこれでいいかな、あ、違う、これはコントローラーですね。あ、戻るのこれね、戻るのこれ、メニューボタンやれば戻ります。あ、これでいいのかね、まあ、ファントム4はこのライトブリッジのリモートコントローラーでいいのかな。はい、これやると、まあ、どこのボタンがどういう割り当てね使えるのかっていうのがだいたい出てきます。これはもうライトブリッジだな。でもこういうふうにね、だからあの使うあのコントローラー、さっきこれ見といた方がいいかもわかんないですね。はい、あとはね、なんかいろいろ設定できる、キーボードでもね操作ができます。だけどあんまりもうそうね、キーボードで操作しちゃうと練習にならないですよね。あとコントローラーのセッティングで、まあ僕はいつもモード2使ってますけど、モード1とかね、モードの切り替えはここでできます。はい、まあ最初のメニュー画面のところでもできるんですけどね。はい、アドバンス設定でここであのありますよね、あのドローンのこのアプリのところでのこの、 あの操縦のこう感覚的なものをね調整するやつがあると思うんですけど、そういったところも調整ができるようになってます。なので実際あの使われてるねアプリの設定を一回こう見てもらって、まあこういうところもね細かく設定してもらうと、より自分のね飛ばしてる機体に合ったような似通ったような動きになると思いますね。はい、あとは何かあったかな。まあここでメニューっていうか、あのシチュエーションを変えれますけどね、まあこれもあんま意味ないか。ちょっと戻りましょう。はい、メニューに戻りまして、うるさいうるさい。はい、で今一番ね上のフリーフライトっていうのをやってみましたけど、その下がエンターテインメントで、セッティングね、セッティングはねさっきの画面と同じような感じかな。ジンバルセッティング、ジェネラルセッティングスとなってて、こうランゲージの方はねイングリッシュとあのチャイニーズしかないので、まあ、イングリッシュだと思うんですけど、まあ、そこら辺の細かな、ね、スクリーンの設定とか、FSP は60がマックスで30か60しか選べないですね。で、これもあれかな、僕の使ってるグラフィックボードの設定とかによるんかも分かんないですけど、あの画像の方も 720p か 1080p かどっちかになってるんで、これグラボがもし活かしたらすごくいいの積んでたらまた変わってくるのかもわかんないですけどね。まあそこら辺はいいの積んでたら、積んでる人はやってみてください。はい、まああとは他のやつはさっきのメニューと同じかな、セッティングのやつは。はい、であのエンターテインメントの方のね紹介ちらっとやっておきます。エンターテインメントの方も機体をねこう、選べますけど、じゃあ何にしようかな。例えば、まあ、全然違うけど、まあ、Mavic Air、まあ、ファントムのコントローラーだけを Mavic Air でやってみましょうか。設定を、このままやってで、レーシング、これレーシング僕やったことないな、レーシングやってみましょうか。こんな感じで、またあコースがこっちは有料版、もしかしてクリアしたら出んのかな。レーシング初めてですね、やるのね。あの輪っかくぐるやつもなんかゲームみたいでね、やっぱ面白いですよ。はいはい、よいしょ、これでいいんかな、よいしょ。おお、下触らない、下触らない、下がらない、下がらない、当たっちゃったなんだこれは、感覚が全然違うということで、まあまあいいですね、もうね、とりあえずね、こんな感じの、レースゲームと、よいしょ、あー違う、ちょっと待って、もう一回やりましょうか。よいしょ、これなんか加工がねあんまり効かないよ。やっぱりこの 3D の映像のやつとだいぶ違いますよね。あんまり速度出すと加工が追いつかない。ファントムはねやっぱり加工するの結構ねピュッといってくれるんで、ね、よいしょ、うん、まあ、マビックエアはねやっぱり実機でも加工と上昇の力はねファントムとかなり違うなという感じしますよね。おっと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 、次上に上がらないと、
どうでしょうかね。まあ僕もあんまり操縦は、あったあった、地面にぶつかる。操縦は本当にあんまり自信がないんでね。なんていうか、いつも撮影ばっかりね、どっちかというとやってて、あんまりこう、レーシーな運転っていうかね、はあんまりしないんでね。スポーツモードもあんまり使わないですもんね、だからね。まあ、だから落とさないっていうかね。あんまり過激なことしないから。まあ、こんな感じでやっていってもらったらいいんじゃないかなと思うし。あ、ゴール。ね。これでどうなのかな？次のやつがロック外れるのかな？コースは。お試しモード1個だけっていうのはちょっとあれですよね。ああ、ちょっと、待って。もういいわ。もういいですね。これでコースが、増えましたね。2が解放されたんで。これが3つまであんのかな？ 3 つで終わりかな。まあ、こんな感じで、できますんで、もしよかったらね、また、やってみてもらったらいいと思います。あと、エンターテインメントもう1個あってね、実際もやってもらった方が早いと思うんですけど、若くぐり、ね。これもね、結構速攻。3、2、1。これ、離陸からやらないとダメですね。よいしょ。こんな感じね。はい。よいしょ。下がって、はいしょ。上がって、よいしょ。下がって。結構ファントムでやってたらね、速度が出すぎてね、結構あれだったですよ。なんかうまくいかなかったですよ。こう、輪っかのね、縁の部分に当たってもね、ダメなんですよ。おーとっ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 とー、1個失敗しましたね。ちょっとやっぱり、追っつかない時がありますよね。よいしょ。最後、ゴールかな、これ。あ、まだあんのか。もういいか。ああ、失敗した。ちょっとどっかぶつかって終わりま、ああ、失敗した。よいしょ。まあ、これ、若くぐりね。もうぶつかりますよ。ボーン。ああ。海に落ちるシーンもね、今柱邪魔で見えなかったですけどね。海に落ちちゃいます。ね、こんな感じね。はい。ん？あれ？戻らない。よいしょ。あ、戻ると思った。はい。というような感じでね、ソフトは使っていきます。まあ実際これ使ってみたらね、全然すぐできると思います。で、ファントムのね、コントローラーじゃなくて、マビックの方も普通にね、ここでさっき言ったように挿してあげると、普通に使えますんでね、こうやってね、ブチュッとね。で、これで、コントローラー電源入れてあげると、ボタンの割り当てはね、見てください。実際のやつ。普通にこうね、使えます。でこの場合、決定キーがね、どれだ、これかな。あ、じゃあ、これかな、シャッターボタンかな。あ、違う。あ、これや。こっちだった。確か。まあ、例えば、フリーフライ。あ、こっちか。これが決定ね。まあ、これで、マビックプロにしましょうか。はい。じゃあ、ちょっと、草原っていうか、普通の外ね、やってみましょう。これにしましょうか。こんな感じ。ね。だから全然難しくないです。こんな感じ。あ、そうそうそう。でね、あとね、セッティングをね、できるんですけどね、これでね、この FM キーを押したらこう出てくるんですよ。そこでね、いろんなね、こう、設定が、できます。だから、風速とか、なんかね、いろんなものが結構細かくできるようになってます。僕もあんまりね、細かくいじってないです。正直。で、なんかね、こう、いろいろいじった後にセーブっていうのをね、押してあげると、それでセッティングが保存されるっていう感じね。でなってます。もう一回 FM キーを押すと、閉じますね。で、基本的にこの、K
決定機の方を押すと、ここあのメニューがね、さっきも言いましたように出てくるという仕様になっています。こっちがだから C1 って言って、ね、バックって書いて、分なんでこうやると元戻るという感じになってます。あとはもう皆さんね、好きに使ってみてください。別にあの、なんていうか、これやったからといって、別にね、お金かかるわけでもないし、あの、好きなように使ってもらって、練習ね、して、実際の機体をね、落とさないようにしてもらったらいいんじゃないかなと思います。では、ちょっとお待ちください。はい、どうも、皆さん、いかがでしたでしょうか。まあ、フライトシミュレーターのね、ご紹介ということでさせていただいたんですけど、まあ、知ってた人はね、まあそんなネタかと思うかもわかんないですけど、知らない人はね、意外とこう、なんていうか、DJI のホームページ見てても、なんかたどり着かなかったりするページかもしれないんでね、参考にな、ちょっとでもね、なればなと、いいなと思います。DJI の機体使ってて、やっぱり練習する、まあ、実機で練習しててもね、安全性能がかなり高いので、落とすっていうことはないかもしれないですけどね、やっぱりもし、あれだったら、せっかくのシミュレーションの機能なんで、実際あんまりね、されてないこうスポーツモード、まあ僕もそうですけど、スポーツモードをあえて使ってみて、ブンブン飛ばしてみて、で、例えばヒヤリハットっていうかね、壁にぶつか、建物にぶつかりそうになった時に自分がちゃんと操作できるかどうかっていうのをね、試してみてもらったらいいかなと思います。実際ね、そんなん実機でやったらえらいことになるでしょ。修理代とかもね、当てたらえらいことになるんで、まあせっかくのシミュレーションなんで、そういう風なところで技術磨いてもらったらいいかなと思うんですけどね。はい、まあ僕自身がね、もっと何ですか、練習しろっていう話なんですけどね、なかなかやっぱり綺麗な映像を撮りたいなというのとかね、やっぱ落としたらお金かかるなとか思ったらね、あんまり過激な、飛行はできないということになってくるんでね、はい、ということです。まあ、今日はね、シミュレーターのご紹介でした。また参考になればいいかなと思います。他にもね、ドローンネタなどいろいろやってます。あとガジェットネタとかね、いろいろ動画に、してあげてますんで、もしよかったらご覧ください。あとチャンネル登録、あと評価の方も、もしよかったらよろしくお願いします。そしたら今日はこの辺で失礼します。さよなら。